系はどうですかね。リンゴ。あれこれヤマコなんですか。こんなようなやつ。ああ、いいじゃないですか。なんですかね。カイドウ。はい。カイドウとかリンゴとかの仲間ですね。この辺全部カイドウ系です。へえ。めちゃくちゃありますね。めちゃくちゃあります。桃姫。さっきのと一緒ですね。桃姫。リンゴの仲間なんですけど、美山街道と姫リンゴの愛の子。へえ。もうちょっと大きいやつってあるんですか。結構肌ツルツルなんですね。そうですね。なんかね、こんな感じ。触るとザラザラだ。この実は赤くなって、こっちよりも実はちっちゃいです。ほとんど違いないですからね。わかるかな。先っちょがこうなってるのが。特徴と、そうですね。あともうちょっと大きくなりますね、こっち。へえ。これのね、太くて小さいやつとか作りたいなって今。ああ、そういうのもやってますね。なんかこういう素材買って自分でそういうの作りたいなって。そういうのもありですね。うん。よくあるのが接ぎ木で太いの作っといて、はい、それでその後取り木するってパターン。おお。こんな感じ。なるほど。これ下までこうひょろひょろひょろって太めのがあったんですけど、腰が高すぎちゃうんで下げて取り木して小さく作れたら面白いかなっていうところ。結構下向くんですね、枝が。そうですね、やっぱ重さなんかなんなのかな。でもこれ針金だと思いますけど、これできたら立派ですね。ちょっと面白いです。取り木はロマンがありますね。取り木はロマン。値段が一気に上がりますからね。なるほど。価値が、まあそうですよね。小さいのもいっぱいありますね、やっぱ。いっぱいあります。川口ならではというか。そうですね、商品メインのお店、川口は多いですね。いいなあ。でも立派なやつはね。お値段も立派ですからね。できちゃうとね、できるまで時間かかりますからね。そうですね。立派だな、みんな。この辺は立派なやつ。立派なやつ。なるほど。なんかじゃあおすすめ、初心者の方がここに来て盆栽を始めたいですみたいな人におすすめする盆栽。初心者でおすすめ、やっぱり真柏になっちゃうんですかね。真柏、どのぐらいのサイズの？いいですね、足元に。真柏がおすすめですかね。ひと曲げして、その後細かいところも下ろしてるような。そんなに丁寧には作ってないけど。ここにもいっぱいありますね。こっちのやつは何が違うんですか、さっきのと。若いです。若い。確かに。若いでいいか。まあ、こんなでもいいか。よいしょ。これだと、木若くて。でもいいな。一曲げだけしてある状態ですね、挿し木から。ちょうどいい。挿し木3年生か4年生かぐらいのやつですね。盆栽Q見て来てくださった方は何か言われたんですか？黒松は結構人気だったのと、あと意外とこのトショウも人気あったかな。ああ、トショウもね。はい、これがあれですか、問い合わせがあって最近売れたもの。苗が欲しい。そうそうそう、苗が欲しいって言われて、まあ、写真撮って送ったんですけど、そしたらこんな。なるほど。ぶっちゃけ言うとこういう500円の木って上級者向けなんですよ。ある程度形ができてるやつの方が分かりやすいのかなと、作りやすい。真柏、五葉、真柏、これなんだ。ピラカンの。ピラカン。こいつはね、この実ついてる方がトゲなしのピラカンですね。こっちトゲありの大々かな。実は大々。これ挿し木を並べただけで、意外とこういうの良くなるんですよね。これもピラカンだけど、これ立花もどきって昔から言われてたやつはこれ。葉っぱが細くて実はやっぱり大々だけどちょっと実が小さい。これなんかは初心者向きかもしれないですね。ある程度できてて枝が伸びてるし、花も楽しめるし、そうですね。素材がもうめちゃくちゃあるからスタートにはぴったりですね。スタートはやりやすいですね。どれをどうしようっていうのがすぐ選べて作れるんで。そうですね。価格も安いですし。安いのは、結構安いのからありますね。500円とか3000円とかの価格帯が一番多いのかな。だから多分間違いなく接ぎ木なんですけども、分かんないですね、いつ継いだんだろうっていう。いや、これめっちゃ今見ててよかったんで、取らせてもらってます。これはケゴンとか。ケゴン？はい。ケゴンっていう種類ですか？五葉松のケゴンっていう。怪獣の名前みたいですね。ケゴンの滝のケゴンだ。ケゴンの滝の。これは、あ、これは一緒だ。こっちが蓬莱。あ、蓬莱聞いたことある。めっちゃいい。これは。こっちは青いか。青い。みんな。短くて丸くできていいですね、いいんですよ。たださっきお値段聞いたんですけど、まあまあなこちらは7万円今は7万円、はい、7万円もする安いのか高いのか僕が分かんないだけです。まあもう結構しっかり作ってますね。結構出来上がってる感じがですね。針金かけて枝棚作ってあげて植え替えてあげるだけでも飾れちゃうような木ですよね。そうですね、っていうものが今こんなとこにありました。こんな感じで置いてあります。ニルケヤキ。はい。取り消してもらうのが一番いいのかな、この辺からとか。なるほど。ここの人もいますし。これも素材なんですね。そうですね。これこそ素材ですね。これこそ素材。下から使えるのが多分あんまりないので。まあなるほど。ニルケヤキか。これ今だとこれ2000円で売ってます。2000円。はい。取り消した状態、例えばこの辺で取り木をして、はい、そのミニの方で販売したら値段2000円じゃ買えないんじゃないですか。絶対無理です。そうですよね。だからここ全部買って全部取り木してってやればね、増えますよね。増えます、ね、同じのそんなに増やしてどうするのかもあるけどこの辺から取り木するのかな、でこうやって作っちゃえば、まあ、価値はうんと上がりますよね。最低でも倍にはなるんじゃないですかね、下の部分もまた使いますしね。そうですね。取り木の下って意外とそのまま置いとくと芽出てきて、そうですよね。またできたりしたり、またそこから伸ばしてその先でまた取り木したりとか、ね、でそういうことを覚えちゃうと安くていいの作れますよね。そうですよね。ですかね。剪定をすると。はい。はい。これはもう剪定し終わってる。こっちはし終わってます。はい。向こうがし終わってないかな。あ、これ。こんなボサボサなやつを。はい、やっていきます。これがなると。そうですね。はい、お願いします。2例の剪定。取り木してもらう前提で作るような形になります。掃除してちょっと見やすくしますね。まず枯れ枝なんか取っちゃいますね。耳枝も取っていきます。いらない、もういらない。ここは曲の内側なのでいらないです。やっぱ大きくしたい場合は、はい、これ切らない方が大きくはなる。太ります。まず伸ばすと。なんで今太らせてたんですけど、はい、まあこのままいくともうただのゴツゴツのどうしようもないになっちゃうんで、もう一回切り戻してるとこですね。なるほど。耳枝は特に気をつけて取ってあげないとすぐゴツゴツになっちゃうので、あ、なるほど。多分大物の盆栽で許容されてる部分よりもちょっと細かくなると思います。まだ使えそうなところは一目か二目で残しておきますね。はい。次目。ニレケヤキとケヤキってだいぶ印象違うじゃないですか。はい。ニレケヤキは二例なんですよね。二例。はい。本当はケヤキって多分つかないんです。ああ。学術的なやつだと。親戚でもなんでもないですね。あ、そうなんですか。他人です。葉っぱでも似てますよね。葉っぱが似てるからニレケヤキ。幹とか全然違いますもんね。幹は全然違いますね。さっぱりしましたね。だいぶさっぱりしましたね。これカットの仕方を斜めにカットしたやつをまっすぐカットすると、このまま太るとちょっとボコって出ちゃうじゃないですか。はいはい。なので今のうちに取っちゃいます。傷は広くなるんですけど、まあ、先は絶対埋まると思うんで、ここはやっちゃった方がいいですね。これは切り口を滑らかにしてるんですか？そうです。やっぱりハサミだと多少潰すような感じになっちゃうんで、病気入りやすい季節ですから、カットパスタとかできちんとしてあげて、こんな感じで、はい、今月の作業はこいつはこれで OK ですかね。なるほど。これ取り木する場合は剪定して取り木した方がいいですか？それともそのままで取り木した方がいいんですか？取り木の時期は芽出しの前、直前ですね。あとは梅雨入ってすぐぐらい。4月と6月とか。そうですね。そのくらいでうちの方ではやれます。ってことは3月だったら芽が出てないから剪定はしないですよね。6月だと剪定して大丈夫ですね。伸びてたらしてもらって、結構葉刈りしてから取り木とかしますもんね。ああ、うちはあんまやんないから。あ、そうですか。やっぱりいろんな流儀があるんだね。そうですね。うちは取り木するのが決まって6月にしようと思ってたら、直前は剪定しないで、でその後取り木してから根が出始めたらもう肥やしもやっちゃいますね。肥やし？はい。あ、肥料？肥料。ありがとうございます。お知らせはありますか？お知らせ。あ、8プレゼントはまだ継続中なんですか？あ、まだ、はい。8プレゼントご好評いただいて。あ、本当ですか？はい。喜んでもらえてるので。初めてうちに来てもらって、今歳1鉢以上買っていただいた方には定価300円のやつかな、のプレゼントをします。なるほど、はい、ありがとうございます。前回の動画の反響でいろいろ来てくださったみたいで、結構来ましたね。びっくりしました、はい、もう一回来てください皆さん。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。